ゃ美味しかった。今ね、こんな感じでちょっとね、怖いです。ラーメン屋さんに来ました。文龍熊本最強激何これの豚骨ラーメン夢すごい。あとね、高菜とか取り放題、ニンニクとか入れ放題っていう感じです。はーい、菊池渓谷に来ました。じゃじゃーん、あの木の影がすごいけど、今から出発します。菊池渓谷に来ました。今ね、向かってます。癒されに行きましょう。橋です。こっちから映したらめっちゃ綺麗そう。じゃじゃーん、お、水がね、めっちゃ綺麗、透明です。色がめっちゃ透明です。水がね、めっちゃ透明でね、めっちゃ綺麗です。暑い、暑いけど涼しいって感じ。マイナスイオンみたいなのがすごい冷たい、暑い。暑いけど冷たい。お、水が青いです。ちょっと見えるかいな。水の青さがね、あ、わかるかも。水の青さ。水青いです。壊れるの巻きです。バッグがなんと壊れた。こうやって暑いところとスースーしているところとあります。マスクがずれるね。山登りみたい。お、また噴水が見えてきました。めっちゃ涼しいところに到着しました。めっちゃ涼しいです。めっちゃここマイナスイオンがします。やっぱね、水があるところはさ、かなりね、マイナスイオンがね、来る感じ。じゃじゃーん、来ました。揺れよ揺れよ。揺れてます。
旅いかがだったでしょうか。このチャンネルでは普段博多弁講座とか福岡のこととかやっていますが、こうやってね県外ぶらり旅やったりとか福岡のぶらり旅っていうバージョンも再生リストにそれぞれ分けて載せているので、ぜひよかったらチェックしてみてください。では今回は熊本旅ということで、よかったらみんなチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた会いましょう。バイバーイ、リナジョーでした。福岡大好き、博多大好き、リナジョー好きならこっち。